ウクライナ参謀本部が2022年12月15日に、ウクライナ中南部のザポリージャ州にあるロシア軍の拠点に外して大規模な砲撃を加え、ロシア軍の弾薬庫2カ所の他に2両の自走砲を破壊したことを発表したよ。この砲撃について各方面から、ウクライナ軍がここから先、ザポリージャ州において反転攻勢に力を注ぐための準備とする意味合いがあるのではないかとの見方が広がっているな。厳しい冬に備えて、少しでも戦況を有利に運んでおきたいよね。さて今回は、ウクライナ軍がザポリージャ州のロシア軍拠点への攻撃を強化したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ軍は9月の反攻開始以来、北東部ハルキウ州をほぼ奪還して東部ドンバス地方のルハンシク州をドネツク州でもその勢いを活かしたかったところではあるんだけど、ルハンシク州では前進速度が微速となり、ドネツク州ではバフムートにおいて逆にロシア軍の攻勢に苦しむ展開となっているよ。また南部戦線においては11月に、ヘルソン州の州都ヘルソン市を含むドニプロ川西岸を奪還したものの、東岸に渡って防御を固めていると見られるロシア軍に対して、ウクライナ軍の現状では正面突破の渡河作戦を実施する余裕がないと見られているね。一時、ヘルソン市の対岸やドニプロ川下流のキンバーンサスなどに特殊部隊を上陸させて、渡河作戦の実施可能性を検討していたのではないかと見られる動きはあったものの、結局両岸から砲兵による撃ち合いとなっていて、膠着状態となっているな。ウクライナはヘルソン州の奪還を経て、2014年に一方的併合されたクリミア半島の奪還を悲願としているが、このままではドニプロ川を挟んで動き取れない状態が続くことになり、その間にロシア軍に防御を固められてしまうと手も足も出なくなり、ヘルソン州を割譲しなければならなくなる事態に陥らないとも限らないぜ。ヘルソン州の北隣のザポリージャ州では、ドニプロ川に架かる橋がある州都ザポリージャをウクライナ軍が抑えているため、ここを拠点としてザポリージャ州を南下してメリトポリを奪還することが可能なんだ。そして、リトポリを奪還することに成功すれば、ロシア本土から東部ドンバス地方を通してヘルソン州やクリミア半島に補給する補給路を抑えることになり、ヘルソン州のドニプロ川東岸に展開するロシア軍の補給を遮断しながら攻勢を仕掛けることが可能となって、北側からヘルソン州全土を奪還した上でクリミア半島の奪還までの道筋が見えてくるとの見方があるよ。東部ドンバス地方では、ウクライナ軍が防御を固めているドネツク州のバフムートに対して、ロシア軍が攻勢をかけて一部の部隊が市街地に入ったとの情報も流れているんだけど、激戦が続いているみたい。ロシア軍はバフムートを制圧した後に、そこを拠点としてさらに西のスラビャンスクやクラマトルスクなどの都市を攻略して、ドネツク州のほとんどを支配しようと目論んでいると思われ、この半年以上の間執拗にバフムートに攻撃を仕掛けているんだ。ウクライナ軍はバフムートに地下要塞を築いたとの情報もあり、徹底抗戦の構えを見せているのであるが、西側の軍事専門家などの間では、バフムートにロシア軍の主力部隊を引きつけておきながら、ザポリージャ州メリトポリを奪還しようとする作戦ではないかとの見方が広がっているよ。メリトポリでは15日にロシア軍にとって重要な補給路である道路橋で爆発が発生し、橋が歪んで陥没したかのような様子が映されている監視カメラで、撮影されたと見られる動画が SNS などオンライン上に流されていて、この動画はメリトポリのロシア側が指名した行政当局者からの情報みたい。ウクライナ側のメリトポリ市長であるフェドロフ市長が、爆発が発生した橋は戦略的に重要な経路の一つであるとして、同市の親ロシア派当局者は、橋がメリトポリからザポリージャ州の各都市や南部ヘルソン州の支配地に対して食料や医薬品、建設資材などを運ぶ重要な補給ルートになっていると述べているのであるが、この橋はメリトポリの東のザポリージャ州ペルジャンスクや東部ドネツク州でアゾフ連隊が、製鉄所に立てこもってロシア軍と激戦を繰り広げたマリウポリにもつながっていて、さらにロシア本土にもつながるアゾフ海沿岸にあって M14 と呼ばれている幹線道路上の重要な橋なんだ。ロシア側の行政当局者は、
橋の爆破には TNT 火薬が使われた爆弾2個が使用されて、鉄筋コンクリートの橋脚が2箇所破壊されたとしているが、この橋を使用して運ばれている貨物などへ影響は少なく、さほど重要な橋梁ではないとしているね。またペルジャンスクに配置されているロシア側の行政責任者によると、同市において14日にウクライナ側とみられる破壊工作員が変電所を爆破したため、1万戸以上が停電に見舞われたとしているんだ。このようにザポリージャ州内ではここ数週間、ウクライナ軍によるミサイル攻撃や、特殊部隊工作員などによる破壊工作などが急増していて、この他にもメリトポリ市内のロシア軍司令部の爆破や、ザポリージャ州内のエネルホダルやトクマクなどにもウクライナ軍による攻撃があり、多数のロシア軍兵士が戦死傷したとされているね。ウクライナでは氷点下の気温が続き、これまでぬかるんでいた地面がそろそろ凍結するとされていて、両軍ともに戦車などの戦闘車両の行動が可能となることから、12月中に戦況が大きく動き出すと予測する西側の軍事ジャーナリストが増えてきたよね。その中に、増員されたロシア軍が大攻勢をかけると主張している日本人ジャーナリストがいて、12月10日から19日までの間に54万人のロシア軍が全面攻勢をかけるとの持論を展開しているらしいぜ。2月24日以降、多大な戦死傷者を出しているとされるロシア軍が、動員によって近々その規模が54万人にも上るとの見方を示す軍事ジャーナリストは他にもいて、ロシアの国勢からしてそれが実現する可能性はかなり高いみたい。ただし、そのうちの30万から40万人は9月以降に動員された新兵で、訓練を施されたとしてもわずか3ヶ月では、整列と団体行進ができるようになって自動小銃の扱い方をようやく覚えた程度の練度なんだ。戦車や榴弾砲、多連装ロケット砲などの運用には向かず、ただ塹壕を掘って命令があればウラー万歳と叫んで突撃するくらいが関の山の兵士たちってわけだね。どれほどウクライナ軍に数で勝っていようが、アメリカなど北大西洋条約機構NATO諸国で最新兵器を運用する訓練を受けたウクライナ軍に対して、有効な戦力とはならないとの見方が多いようだな。また、彼ら新兵に供与される自動小銃は、40年以上も保管されていて錆びついたものもある旧式のものばかりと見られ、現在のロシア正規軍が使用している自動小銃とは口径が違うことから弾薬が共有できず、そのために新兵の自動小銃に装填する弾丸がなく、銃剣で突撃しなければならない部隊があるとさえ言われているよ。さらにロシアが大攻勢に出ると予測するジャーナリスはロシア軍がすでに5000両の戦車を前線に配備したと主張しているんだけど、その戦車はおそらくこれもまた保管在庫だった旧式の T62 であると見られ、果たしてどれほどの戦力になるかは不明と指摘する声が多いね。そのような情勢の中17日までに東部戦線から気になる情報が届いているぜ。ロシア軍が優勢とされているバフムートで攻勢を強めているのはロシア正規軍ではなく、民間軍事会社ワグネルの戦闘部隊であるとされているのであるが、そのワグネルがウクライナ国内ルハンシク州カディーフカに設置していた本部拠点が、ウクライナ軍の高機動ロケット砲システムハイマースの攻撃によって破壊されたとの情報が、ルハンシク州のハイダイ知事によってもたらされたらしいな。ワグネルが本軍として使用しているホテルが破壊され、中にいたワグネルの要員にかなりの損害が出たとされていて、このことによってバフムートの戦闘部隊への補給などにおいて何らかの影響が出る可能性が指摘されており、バフムートのロシア軍を釘付けにしている間に、ウクライナ軍がザポリージャ州で攻勢をかけるとの見方が真実味を帯びているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。